形でですね、いっぱいやる形になったということですよね。そうですね。なんか毎年、はい、3位2人なんで、上げてたんですよ、はいはい、銅メダル。でもよくよく考えたら3位が4人いてるなんかとしてと思って、はいはい、これ3位決定戦にした方がいいよねっていう話で3位に。あの銅メダル代が1個置きまして、うんうんうん、節約にもなったという。そうですね。まあそんなにたくさん作るとね、大変ですからね。さあ、こちらは首里と中川であります。まず首里が膝蹴り、そしてさあここで余裕を持ってのロープを振ってミドルキック。さらに奥の方では後方、さあドロップキックを見せました山形。さあこうなるともう本当にこの頭脳戦という部分もかなりのウエイトを占める戦いということになってまいります。さあスイング DDT は、おっと、しかしここでやはりここでタイムマシンに行こうとすると誰かがカットに入ってしまう。もうね、すぐにいつももらったって言うなっつってるんですよ。ほんまにそれのこと聞くやん。本当にそれだけでね、分かっちゃいますからね。だけど、ちょっと喜びの表情がね、3秒間早いですよね。さあここでエビ固めの体勢どうだ。さあ誰が取るんだ。それぞれがエビ固め。さあ渋谷にアクションでかいからもう下ってそうなんですよね。しかしこれはもう完全に呼ばれていた。さあスモールパッケージ山形。さあいろんな選手がやはりこの3カウントを取りに行く積極的な取り方を皆さん見せていますか。さあここはおっと場外、中川が場外。さあおっと危ない、このままあっと後ろに落ちるか。エプロンサイド、エプロンサイド。さあこれはもう落ちたら失格というルールであります。さあもうどこでも落ちてしまうとこれは終わり。さあ首里と中がエプロンサイド、両者まだこらえているぞ。さあ首里は蹴るか。しかし中がおっと中がすごい、エプロンサイド、あーっと中がと首里ここで失格脱落だ。というわけで3位決定戦、渋谷と